角演州独特の柔らかい曲線。握りたわめやくさびたわめなどを駆使して枯れないまま太い枝を曲げている。江戸時代からの伝統的なテクニックで桜が生けられている。角演州は生け花の流派。宗家は足田和利。平成5年に演州の宗家である父、足田和馬より息子の和利が独立して起こした流派である。演州流は 小堀正和を流祖とし、江戸中期に花火と春秋圏一王がその花形の基礎を作る。やがて本家とも言える三大演習流が、定松ま一馬、春宗安一氏、本小祭一徳らによりそれぞれ、松風演習流、日本橋演習流、浅草演習流として起こる。それまでの和美、錆美という美意識にとどまらず、人為的に計算された美。 金星の取れた美を加味して、綺麗サビと呼ばれる小堀演習の美意識をそのまま花の姿に表現すると言われている。江戸の中、後期に特に流行した流派で、それまでの豆乳下、立花形式よりさらにいける作家の芸術性や創作性が加味されて、独特の曲、気候花や枝に加え形に当てはめていくという花型が特徴。 それまで武家社会や公家社会だけのものであった池花を広く庶民にまで流行させた。特に江戸後期になると全国で演習流と名のつく流派が多数発生した。それでも江戸の武家社会の足並みとして演習の池花は愛され今でも日本全国の城下町に引き継がれている地域が多い。版画技術により花からだの図が広く全国に普及し、またそれらの一部が 海外にも渡ったこともあり、西洋のフラワーアレンジにもこの流派の曲線が影響を及ぼしたとも言われている。19世紀末に西洋で流星を得たジャポネスクブームと共に紹介された日本のいけ花、華道の花姿はほとんどが円州流の花の図であった。六名館などの建築で有名な明治初頭の西洋近代建築を日本にもたらしたイギリス人。 ジョサイやコンドルジョサイ・コンダーが自国に紹介した日本の生け花の書物、ザ・フローラルアート・オブ・ジャパンに解説されている生け花理念、精神、花形などはそのほとんどが演習流から引用されている。天地人の三歳を花の菊とし、草びた雨など高度な技術を多用して枝を曲げ、富士山を表現したり、川の流れ、滝などを表現するなど、 曲池と呼ばれる姿が特徴である。芸術家、北王子路三人が演習の花をひいしていたことも有名。ありがとうございます。